ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は兵庫県西宮市にございますキングコングさんに来てますということでね、こちらのお店初来店ということで、初来店ね、前回もね初来店で気持ちよく勝てたんで、はい、カットイン入りましたね。もう一回カットイン入ります。はい、入りましたということでね、前回もね初来店で気持ちよく勝てたんでね、今日も多分勝てると思うんで、早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたキングコングさん。それでは早速店内データ見に行きましょうということで、ね、まずどうしようかな、ジャグラーコーナー行っちゃおうか。すごい閉店潰しでございます。すごいカード、あのまだ失礼します。すごい26の、あ、すいません、26の32、本日の獲得枚数2980枚、結構すごいですね。あ、どうもありがとうございます、おめでとうございます。もう一台行ってた、なるほど。あ、でも1684枚本日、なるほど、悪くはないんじゃないかな。まあもっと見てみようか。あ、どうもありがとうございます。お、開催超特急、なんとね、こちらの台、天井が128ゲームというね、すごい台らしいんでね、これ、いいね。あとはね、ジャックポットとか、あと、メガミリオネアのヴィーナスバージョンね、とか、ちょっとね、珍しい台も置いてあります。ミリオンゴッドのお客様、すごい液晶3500枚オーバー、素晴らしい、すごいね。あ、こちらも信頼、バンヘルシンかな、1000枚オーバー。あ、すいません、どうもありがとうございます、ありがとうございます。あ、こっちもあるんですね。あ、すごい麻雀物語のお客様、結構出玉ありますよ。あとね、バイオハザード5もありますけど、ゲーム数的なものはちょっとね無理っぽい。さあ回ってみたけど、ちょっとね ART のゲーム数的なものが狙えるものがなかったんですけど、廃材超特急でしたっけ、あれ打つのありだよね。ね、今後閉店区の立ち回りに使える機種なのか、打っていい機種なのかね、その辺の見極めも大事なんで、こいつでこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで閉店君が選んだ台は、太陽さんのハイサイ超特急2ということでね、行ってみたいと思います。もう初打ちです、あまりよく分かってないけど、まあでもみんな見たいでしょ。じゃあ行ってみたいと思います。アソアリパッチャス、なんかここにありますけど、まあいいか分かんないよ。天井まで行くと一撃平均2000枚、だから128ゲームまで当たんなきゃ OK っていうことなんですけど、閉店区の場合はそれはちょっとやっちゃうと時間なくなっちゃうから、ね、早いところで当ててそれをこう増やすことができるのかどうか。あ、これゲーム数か、どうしよう当てたいよな、追加投資あ、出たチェリー、これがまあまあ熱いと、あれダメだったの？あ、当たった当たりました。さあここからどうなんだ93で当たっちゃったよ。右左ベースね、チャンス、ハイサイチャンス、
終わりました。ダメだな。移動。はい、これで残念。やめたいと思います。どうやんのこれが。おお、すごいな。すいません、超特急モードに入れることができませんでした。移動。すいませんね、失礼します。ここでいいか。ここでいきます。はい、ということで、超特急モードいかなかったんでジャグラーで頑張りたいと思います。お座りパッチャンス。ブラウお、あー、どうだったろう。微妙微妙微妙。滑ってるよね、ビタじゃないよね。 あ、やった、単独だ。やった、見落ちできてた。やったやった。嬉しい、会いたかったです。はい、あ、負けたんだね。残念。ラスト。それでは行ってみたいと思います。おお、お座り一発、あ、違うわ。1ゲーム連チャン、チャンス。ブラウ、投資が100枚なんで今トントンぐらい。でも間違いなくマイナスになっていくんで、もう一回光らせないと勝てない。やばい、ホタルの光が流れてるよ。あと2分ぐらい、もう一回光ってくれ。ああ、チェリーダメだった。やばい、もうダメだ、飲まれた。坂倒し。時間ないけど、光ればいいんだ、光れば。流れた。胸流れた。あ、あ、ブドウ、ブドウ。はい、それでは早速流してみたいと思います。えいえい。じゃあじゃあ、はい、ありがとうございます。55枚。はい、ということで今回の結果55枚。胸。はい、実戦終了、実戦終了。胸。ということでこちらキングコングさんで実戦した機種は、最初にまず太陽さんの、ハイサイ超特急2とね、その後一応ね当たったんですけど、なんだっけ、超特急モードに行かなくて、あれ行けばまあちょっと出たんですけどね、行かなくて、でその後ですね、ジャグラーニューアイムジャグラー EX を打って光ったんですけどね。化けなんだね。ということで、投資枚数が全部で150枚の獲得枚数、いや使い切れなかったコインが55枚ということで、マイナス、95枚です。むね。ということで、でもすごかったですね、もうジャグラーコーナーのカードをね、開けたが全然ない。皆さんジャグラーを楽しく打てちゃう。こちら、キングコングさんの宣伝をちょっとだけ、この動画が配信される頃にはですね、もうすでに導入済みね、もう絶賛稼働中になってると思いますけど、クランキーコレクションね、こちらのなかなか技術介入があってね、ノーマルタイプで楽しく打てるらしいんでね、ぜひね、クランキーコレクション打ちたい方はこちらキングコングさんに来ちゃってください。あとですね、3月にあの新鬼武者をね、最速導入、大量導入ということで、そちらの詳細は P ワールドまたはね、メール会になって情報をゲットして、こちらキングコングさんに来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は、次回は勝つよ。